結構離してるね。あ、離れてます？本当？離れてる？いやいや、普通よりもこう。あ、そうですか。ここがね、うん、この真下に、肩の真下に振るといいんですよね。うん、なんかね、ね、俺ほら背低いから。少し出てる。少しですよ、うん。本当はこの重心なんです、この真下。うん、ちょうどね、顎の下って。いや、この肩の真下から。ちょっと出てるんですよ、ね、あ、これがね、ダランと。そう、本当はこのダランが一番いい。このくらいでダランとしておいて、このくらいですよね、行っても、うん、このくらい、これ打ちづらい。なるほど、なんかね、やっぱりこう、ね、そう、横向きだから、なんか打ちづらいですね。少し前出ちゃいます。そうですね、言われてみればそうだな。本当はいけないんですけどね、自己流になっちゃった。この間書いた本が、あの、だと今こう出てるそうですよ。あ、本当に、うん、あ、それはいいこと聞いた。片山慎吾なんか前出してるんですか。前人こぶし、そう、こぶしとか真下とかですね、少し出てますね。少し出てる。やっぱりクラブのね、進化なんだ。カリバイさん、いいこと言ってくれるわ。本当本当、うん、マヤディが背景しそうじゃないですか。ちょうどいいな。そうですか。力入らない方がいいじゃないですか。ゆっくりね、本当に意識してね。で、右肩出さずに左手一本、そういう感じの、まだいい。そういうイメージ、そういうイメージ。切り返した、そこで。そういうイメージ、そういうイメージ。
イメージ。そういうイメージ、そういうイメージ。もっと早く切り返しちゃうんだけど、右肩が出ないんです。右肩が出なければ思いっきり切り返して左に引っ張っても球まっすぐ行きますから。そう。それ右肩が出ちゃうから曲がるんで。今軽く振ってんでしょ。軽く振ってるけどほら飛ぶ。その方が飛ぶわ。よいしょ。もともとが伸びないんだよ。これさ、怒っちゃうからこういう風に回っちゃうからさ、伸びないんですよ。これがさ、回ればいいんですよ。